今動画をアップロードしております。これ昨日のね、後半の動画。で、今9時9分なんですけど、7月31日の。そう、残り時間約10秒って書いてあるけど、でもね、これ YouTube アップするときって、段階がいくつかあって、これアップロード済みっていうのが、そう、あった後に来た、これなんですよ。これ。処理済みっていう、これがね、やっぱ進まないなぁ。こっちは、これね、自分の動画が一覧で見れる、画面なんですけど、でね、ここでいろいろこう設定をね、変更したりするんですけどね。これもね、そう、今までのはまあこう、ちょ、まあ、たまにね、こういうエラーになったりとかしてるんですけど、あ、ん？おっと？進み始めたか？頼む、本当に。今日こそは、なんとか。で、これ昨日、ほらほらほら、これ。何？残り5%何があった？っていう感じなんですよ。これでね、伸びてるしね、さっきより。でも進んではいるのか。ということでですね、おはようございます。7月31日、こっちのボードに書いてあるのはこれ、July 30th。昨日ね、撮った動画ですね。昨日のね、動画ね、ちょっと二つトラブルがありましてですね。まず一個はね、これ撮った後に、毎回私音量を上げるために編集ソフト一回、こう、かませるというか、一回編集ソフトにダンって動画素材上げて、で、そこで、音のレベルをね、バンって上げて、で、書き出しをしてるんですけども、あとはちょっと最初と最後いらないと切ったりとかしてるんですけど、昨日ね、まずそのソフトがね、もう最近なんか前にもあったんですよ。途中から音が入らなく、抜けてるっていう。で、そのレンダリング自体、書き出しね、自体も結構ね、まあそれも音のな、あの動画の長さによって変わっていくんですけど、例えば、まあ昨日の動画だとね、全部で20、最初にこの 30th の発音をね、練習してみるとかいうパートを入れたこともあって、全部で、ね、28分ぐらいかな。結構ボリューミーな感じになって、で、あーこれどうだろうなと思ったんですけどね、案の定やっぱね音が入ってなくてですね、で結局その書き出しを何回かやって、でその後もうね、結果的にちょっと分けることにしようと思って、まず上げられるとこだけもうアップしちゃおうと思って、ここだけねアップして、じゃあ本題入りましょうとか言って、そっからね、切れてしまってですね、本当にこれどうなってるんだっていうご心配をおかけしたんですけども、で、そのね、2つ目のね、問題っていうのが、YouTube の問題で、でもこれはもしかすると別に YouTube は悪くなくて、どうだろう、なんかね、たまにね、どの機器から上げるか、スマホからそのまま動画アップロードするとこうなるとか、パソコンからアップロードするとこうなるとか、まあ、同じスマホでもね、前に使ってた iPhone とかだとすごい時間かかってたんですけど、この今ね、iPhone XR 使ってるんですけども、これだとね、スムーズに上がるとか、またそれもね、こう機種とか、なんかどのぐらい使ってるとかね、によっても変わってきたりするんですが、そう、このね、アップロードが遅いというか、アップロード、準備していますっていう段階があって、YouTube ってスマホと PC でまた変わるんですけど、スマホの場合は一旦準備していますっていうのが出てくるんですよ。で、その後アップロードしていますっていうのが出てきて、で、最後に処理していますっていう段階があって、この3段階クリアして初めて、公開しますかしませんか、できましたよ準備、サムネイルはどれでいきますかとか、なんかね、選べるんですけど、そのね、準備していますと、アップロードしていますはこちら側の問題、こっちでやるんですけどね、まあ、ネットの回線が遅かったら遅くなるし、早かったら、すごいガーって、なんかね、遅い時は本当10時間とか、ね、残り10時間かかりますみたいな出てる動画とかでも、すごい高速の、ネットのとこでやると、アップロード残り2分とかでね、
もうそんな変わるんかいぐらい変わったりとかするんですけど、まあ、そこまではね、この自分側のこう処理側の問題というか、処理側の、機器の問題であったりとか、ネットワークの問題だったりするんですけど、その後、このアップロード終わった後の処理していますっていう作業に関しては、YouTube 側のね、サーバーなんですよね。ただそれがね、昨日、そう、ちょっともう一回入れ替えるけど、3回トライしたのに、もうね、残り5%で上がらないっていう、なんでだろうっていうね、これはちょっとさっき、上げようとしてね、今こっちで見ると24%処理済みっていう風になってますが、さあどうなんだろうな。で、この段階まで行けば、もうね、ちょっと私、今日これ仕事行かなきゃいけないんで、ここもうね、パソコン閉じて、いけるんですけど、これはね、もう YouTube 側の問題だから、だからもうちょっと通勤時間のね、電車の中でも、さあ、アップロードされるかってちょっと監視しなきゃいけないけど、はい。まあそういうこともありましたね。はい。ということでですね、昨日、このね、7月30日の回、30日中に、しかもできればもう本当に早い時間、もう超理想を言えば朝一6時とかに、ニュース動画とセットでね、上げていきたいんですけど、まあ7月ね、なかなかそれができませんでしたね。はい。ということで今日、本日は7月31日、7月最終日ということで、今日はちょっと仕事から帰ってきて、またこうなっちゃうんだよね。取りだめとけばいいんだけどね、それがなかなかできないというね。まあこれはちょっと今後自分なりにこう鍛えていかなきゃいけないところなんですけど、はい、今日はですね、帰ってきてからやろうと思うので、まあギリギリ日付は越したくないけど、はい、ちなみに今日は助動詞に入っていきます。まあ昨日までのとこがね、一番多分もう山場だったというか難しかったので、まあこっちもこっちで楽しんでいただければと思いますが、今日のこの動画は何動画なんだろう。これは何動画でもないですね。はい、雑談動画というか、なんかそういう感じで上げてみました。で、昨日ね、そう、その処理中ですっていうのがあんまりにも長かったんで、よし、じゃあもう私もニュース動画やってやると思って、ニュース動画もね、これもダブルで行きたいって言いながら、最近できてなくて、結局、これもね、まあ、7月の反省点でございます。明日から改善していきたいんですけど、ニュース動画もね、途中まで読んだりしてたのに、なんか結局ね、もうね、力尽きてしまってね、ダメでしたね。はい。そっちもね、ちょっと途中まで撮った動画あるから、ここの動画にくっつけとくか。Nintendo Profit。Profit。これ、利益という意味ですね。Profit が Drops。ドロップ。これね、ドロップ。落ちるとか下がるという意味があります。まあね、Nintendo の Profit が Drops って書いてあるので、あ、もうこの時点で、あ、なんか、どうした？なんか、下がってんのかなと思って、私ね、と思って、ちょっと今日のこの記事。読みたくなったんですけど、drops on exchange rate。で、この次にね、まあ、その原因がもう入ってるんですけど、exchange rate、これ、exchange ね、交換のレートなので、これ、為替のことなんですね。まあ、為替もね、原因の、まあ、一つだっていうふうに、原因というか理由か、の一つだというふうに言われてるんですけど、despite 何々にもかかわらずという意味です。何らかの動画を毎日上げているような感じなんですけども、まあ、7月ね、ちょっととにかく何でも、もう試行錯誤でもいいからやってみるっていうのを目標にしてやっていっていったので、明日8月1日からはですね、この7月、やってきたこのね、夏休みの文法動画のこととか、ニュース動画ちょっと上げられなくなったこととか、あとはこう YouTube ね、ギリギリで動画アップしようとするとこういうことも起こるんだなっていう、まあいろいろと、反省点というか、まあ、失敗点見えたので、まあ、失敗が分かったということは、あとはそれを改善すればいいだけなので、明日からやっていきたいと思います。はい、今日は今日で、また夜、日付変わる前か、変わった後になったらちょっと残念ですが、助動詞の動画、そして、今日はね、最低賃金これアップしましたよっていう、全国で901円になったんだっけ。はい。最低賃金のね、ニュースが朝一で出ていたので、これちょっと英語版にしていきたいと思います。ちなみに最低賃金は、ミニマムウェイジとか、アワーリーね、
1時間ごとのその、賃金っていうような、まあ、英語で言っていくらしいんだけど、それ新聞でもそういうね、最低賃金ってそういうこう辞書で最低賃金で引くとミニマムウェイジとか出るけど、同じの使われていくのか、はでどうなんだろうかっていうところとかもね、考えていく動画も作っていきたいなと思います。はい、では、仕事に行ってまいります。今日も皆さん一日頑張りましょう。バイバイ。See you later. 暑いのでね、水分補給しっかりね、やっていきましょうね。バイバーイ。